台湾建国党はかつて存在した台湾の政治団体。1996年10月6日、台湾独立派政党である民主進歩党の旧進独立派が結成した台湾の政党。台湾共和国の建国と中華民国の存在を否定し、中国国民党による台湾統治を違法行為と主張した。2020年5月解散。決闘の契機は、 民進党中央が大陸政策として大胆精神、大連合、大和解等、中国共産党に情報した姿勢方針を掲げたことに不満を持った、旧新派が中華人民共和国による一つの中国の原則のもと、台湾が国際空間で圧迫を受けていると主張し、独自の路線を模索したことにある。建国党勢力は内政面では、 民進党に対抗するために台湾独立を謳う投稿料を文書化すること、対外的には一国二制度の名分の下に台湾を武力、解放あるいは平等することに反対する姿勢を表明していた。建国党決闘当初は世論の注目を集め民進党の高雄市議員、蔡隆一、立法委員李義を陳腐見てる陳幸福らが建国党に参加した。 しかし民進党主席のキ信義が辞任し、台湾独立派の林義雄が党主席に就任すると、建国党と民進党の対立軸が曖昧になり、党勢の発展に陰りが生じた。さらに法はきとしらの台湾独立を主張する活動家により、新国家連戦が結成されると、選挙活動において建国党と票を奪い合う形となった。第四回立法員選挙では、 獲得議席はわずか1議席にとどまり、県市長選挙では県国党から出馬した、千分南、丁法鎮、増渚ぎの3人は全員落選の浮き目にあい、地方議会選挙でも当選1議席という結果に終わった。1999年、県国党は党主席の丁法鎮、副主席の王玉園で総統選挙を狙うが、立候補資格も得られない状態であった。 2000年の総統選挙終了後、リチン元党の主要党員が離党、建国党は大きなダメージを受けた。この時の占有議席は、立法委員1議席、国民大会代表1議席、県市議員1議席であった。決闘以来、民衆から大きな支持が得られない、建国党は、その後台湾独立をめぐる大同団結案に関する路線や、 選挙体制の意見の相違から長期にわたり内紛が続き人水変を支持する党員が民進党へ復党した。台湾の世論の多くが海峡両岸の現状維持を希望する現状と建国党自体に政治経験が豊富な人材が不足していたのが低調の原因である。それにもかかわらず建国党は求心的な主張を行うようになった。台湾は 中華民国に占拠された植民地状態で未だ独立した主権国家とは言えない中華民国憲法をはじめとする占領体制を打破し中国文化の台湾流入を阻止し台湾独立を達成し台湾名義で国際機関に加盟を申請して国際部隊に復帰すべきだとした2000年新水平が相当に当選した後李鎮元、李克リの決当時の指導者が 建国党の過渡期の使命は終了したとし離党した。そして2001年、離党期、公主分により台湾団結連盟が成立すると、独立派を代表する地位を取って変わり、建国党の影響力は以前にも増して小さいものとなった。しかし各選挙に際しては建国党は候補者を擁立した。第5回立法院選挙では、陳達なり、王玉園 劉明松を第6回立法院選挙では、陳建明、李林明元のボルコン、黄金牢を建てた。現在は独自性を出すために、賠信制度の導入と、司法委員長民選化による司法の独立を主軸に、活動した。2020年5月、解散。ありがとうございます。